ノティティア・ディグニタートゥムの中世の写本の一つの中のあるページマジスター・ミリトム・プラゼンタリス2の盾に描かれた後期ローマ帝国軍司令官の名簿ノティティア・ディグニタートゥムとは古代ローマ帝国の帝国公文書であるこの公文書のうちわずかなものが現在にも伝わっているそれは東西ローマ帝国の行政組織構成の詳細を示す帝国宮廷から 地方属州まで数千名の役人の官職の一覧表である。通常西ローマ帝国のものは420年代に東ローマ帝国のものは400年代に遡る。しかし日付が記載されていないため一覧表の示す確実な年代は確定できていない。15世紀から16世紀にかけていくつかの写本が広まった。百四十二年の写本は 彩色画が描かれている。すべての現存写本が直接にせよ間接にせよ1542年にシュパイアーの司教座聖堂三次会図書館に存在していた後期ローマの公文書のコデックスに由来している。しかしシュパイアーの写本は1642年以前に失われた。ノティティアとは一続きの大きな文書で写本のページ数にして164よあるが、 この文章はさらに旧世紀、またはそれ以前のいくつかの文章と一緒にまとめられて、保管されてきた。ノティティアの彩色写本に描かれた文章は、失われたコーデックススプレンシスのものに含まれていた文章のみが、副写、模写されたものだと考えられている。最も重要なコーデックスは1436年にイタリア人、ピエトロ・ドナトにより作成されたもので、ペリノット・トラミーによって、 彩色画が描かれた。東西ローマ帝国のそれぞれについて、ノキティアは、すべての主要なディグネティスを給与と共に列挙している。しばしば不認知と、正確な職務や下級役人以外の所属役人も列挙している。これらは以下のように組織立てられている。最新版のノキティア・ディグニタートゥムは、ロバート・アイルランドのものが、ブリティッシュ・アーキア・ロジェクル・リポーツ。 インターナショナルシリーズ63巻2号に掲載されている。アーマイジェリーディフェンソースセニーアスに描かれているシールドの様式。今日、音名図形として知られる図形が示されている最初期のもの。ノティティアには帝国の軍事体制の研究に関する4つの重要性がある。ノティティアは構成音名の紋章として知られる図形が描かれており、 これは最も初期の描写を含んでいることでも知られている。不評部隊、アーマイジェリーディフェンソースセニーアストマウリアーシスミーシーは、動的な時計回りの図形を表すデザインの盾を持っていた。一方、西ローマ帝国の TB 不評軍団は、性的な同心円図柄に特徴がある。ローマ人の図像は、早期同郷の図像よりも数百年も前に、 このような図像を持っていたと考えている学者もいる。ありがとうございます。